はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。努力は実力を生み、実力は自信を生み、自信は合格を生む。だから今日一日頑張っていきましょう。はじめは努力しても目に見えた実力って現れてこないんですね。まあ、1回、2回勉強したところで点数って上がってこないんですよ。でもちゃんと理解学習を続けることで、ある時一気に実力って伸びてくるんですね。点数として現れてきます。だからそれまで我慢して勉強し続けるということが重要です。ちゃんと理解学習を続けていれば実力は上がってきますんで、諦めずに頑張っていきましょう。ちなみに丸暗記学習だと比較的早い時期に点数って現れてくるんですよ。でもこの点数っていうのは実は実力ではないんですね。丸暗記学習をやっているとそんなに時間かからないので、何回も復習ってできるんですね。でそうすると過去問はもう答えを覚えちゃうので過去問の点数は上がるんです。しかしこれは実力ではありませんので、その点は注意しましょう。では本日の3問に入ります。借地権者 B が契約の更新後に現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、地主 A の承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、 A は土地の賃貸借の解約の申し入れをすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは丸ですね。地主 A は土地の賃貸借の解約の申し入れをすることができます。更新後に地主に無断でかつ裁判所の許可なく再築した場合、地主は契約解除することができます。そしてこの場合、借地権者 B っていうのは建物買取請求することができないんですね。で昨日の問題は当初の期間、つまり初めの契約期間の話なんですね。で今日の問題は更新後の期間の話なんですよ。一度以上更新した後の契約期間の話なんですね。この二つではルールが異なります。当初の期間で契約更新されない場合は、無断再築をしたとしても買取請求できます。一方で、今回の問題のように更新後の期間内で契約更新されない場合っていうのは、無断再築だった場合、建物買取請求できないんですね。まあ、こういった違いがあります。まあ、今回は建物買取請求の質問はされていません。ただ、ここも合わせて覚えておきましょう。比較してまとめて頭に入れることも理解学習の一つなんで、覚える勉強ではなくてちゃんと考え方を身につけていきましょう。そうすれば記憶力が悪くても頭に定着していきます。まあ、今回のねちょっと解説では考え方まではお伝えをしていません。単なる対比で覚えてくださいねって話ですけれども、さらに考え方も頭に入れていくとどんどん応用問題解けるようになってきますんで、まあ、できればそのような勉強をしていただければと思います。で問2ですね。賃貸住宅の管理業者が貸主から管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受けて貸借の売買を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない、丸か×かという問題です。で答えは×ですね。この管理業者っていうのは宅建業の免許は必要です。まあ、管理業者だから免許は不要と飛びつかないこと、管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要なんですね。で本門の管理業者っていうのは宅建業、賃貸住宅の貸借の売買を反復継続して営むって書いてありますよね。これは宅建業に当たるので宅建業の免許が必要です。でこの点についてきちんと理解したい方は個別指導で考え方をお伝えいたします。理解学習をして勉強した分だけもう実力を上げたいともし思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば合格していただく自信ありますので、一緒に勉強していきましょう。で問3に入ります。都市計画法です。地区整備区域が定められている地区計画区域内で工作物の建設を行おうとするものは市町村長の許可が必要である、丸か×かという問題ですね。これ以前の動画でもこれやった内容ですね。少し前に本日の3問でも解説した内容です。答えは×ですね。地区整備区域が定められている地区計画区域内において土地の区画形質の変更、これ土地の造成工事ですね、だったりとか建物の建築、あと工作物の建設、これを行おうとするものは行為着手の30日前までに、つまり工事を始める30日前までに市町村長に届け出る必要があります。届け出なんですね。ポイントは今回問題文は許可となっているので許可は不要です。だから×です。
で、この問題間違えた方は、問題文しっかり理解できていない証拠ですね。しっかり問題文を読みましょう。ちなみにこの問題品質なので、先ほどの赤文字の括弧の部分ですね。覚えてください。この部分ですね。この2つのポイント。行為着手の30日前っていうものと、届け出先は市町村長なんだ。許可じゃなくて届け出なんだ。この点をですね、頭に入れておきましょう。詳しい内容についてはちょっと無料の動画ではお伝えできませんので、個別指導で解説する流れになります。個別指導はこの動画の下にリンク貼っておきますので、ご確認ください。レトスの小野でした。